さあ、始めていきましょうか。探偵神宮寺三郎イノセントブラック、今回から実況してまいります。どうでしょう、探偵ものっていうのはね、まあ、今回夏にやってるんですけれども、まあ、怖いものをやりたいって思ったんですけど、ちょっとジャンルとしては違うかなと思います。まあ、並行してですね、バイオハザードやっていきたいと思うんで、まあ、そちらも良ければ、ご覧いただければなと思います。こっちはこっちで、まあ、なんか事件大きいんじゃないの、探偵ものだからっていう、まあ、そういう単純な理由ですよね。いろんなのを聞き出して、パスワードとか事件簿とかあるんだろうから、まあ、とりあえずやっていかなきゃ始まらないか、初めからで。素行調査の件ですが、何かあったのか。アフレコしてくれないんだ。アテレコ してくれないんか。書類関係のものが一通り終わりましたね、そのご報告。もう他にはないですよね。よし。まあなんか事務所みたいなね、そういうところでやってる おじさんという感じでしょうね。まあ、年は行ってるイメージですよね、やっぱ探偵って、なんか、イメージです。もう名を馳せたっていう感じで言うと、まあ、深刻な顔して本当にその、若い名探偵っていうのはかなり多分、特殊なもんだと思います。こんな顔をしてるのは、いつものことでしょ。神宮寺さん、先生、コーヒー入れますね。女ってのはよくわからないな。え、どうしたんです？神宮寺さんがそんなこと言うなんて。そうよ、女なんてバカで単純な生き物とか思ってるくせに。そんなことはないさ、そんなことはないんだ。はい、というわけでやっていきましょう。移動ですね。うん、確かに二宮総合病院は世田谷区の峰台前、自宅はその裏手だったんさ。はい、周囲でいいのか。いや、ちょっと待てよ。バツ移動、他の場所へ。よし、いいね、いいね。うん、明大前か。うん、思い入れは結構ある場所ですね、明大前。はい、新宿から特急で一駅という、意外とこう遠そうで近いっていう場所。この病院の院長が今回の俺の依頼主。つったってこの絵は2002年の話だもんな。じゃあ、二宮明宅ですね。うん。かすかな懐かしさを覚え、俺は、なんと話に目の前の邸宅を見つけた。です、二宮先生。俺は懐かしい顔に親しみを込めて挨拶した。本当に突然お呼び出して申し訳ありませんでした。うん。ワニとカエルのがありますが、あと肉球のも、いえ、どれでも。はい。ところで先生、お仕事の。うん。大丈夫なんですか？
はい。なんかスーツがっつり着てるっていうか、白衣の漫画じゃないんだ。とは言っても、何時間もここにいるわけにはいきません。でもやっぱりいい家だよな。さすが医者だわ。うん？ん？何からお話？自分で切り出す必要が、なんだろう。なんか、聞き込みってやつ？依頼のことかな？先生、娘さんがいらしたんですか？診断内には、家内には内緒なんですか？私の扱いでして。いなくなった。はい。はい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 、なるほど。一人娘の高校生の娘さんが、いなくなってしまった。消息不明だと。ということですね。そりゃ気になるような、いなくなった時期とか。聞かないとね。もう知ってる限り言ってほしいわけよ。探偵としては。昨日の夜から一日。なるほどね。まあ、一日か、まあ、まあね。大学生ならともかく高校生で一日いないっていうのはちょっと、まあ心配だわ。着信拒否、前に出ない音。いまだにそんなことを言ってる人いないかもしれない。時代は先取りしてるのかなと思ったけど。なるほど、なるほど。警察への連絡をしました。なるほど、なるほど。一日だったらわかんないから、まあ、とりあえず知り合いの私に頼もうかなっていうね。数日経ってもいなかった場合は警察に。でも数日、さすがに連絡した方がいいと思うけど。だってさ、別に手間はかけさせるけど、手間をかけさせる方が、まあ、仕事増えるしね。警察も、まあ、どうなんだろう。増やすっていうのはどうなのかわかんないけど。それをどうにかするのが、まあ、警察の仕事だからな。探偵よりもまず警察なんじゃないのか。交番とかさ。まあ、大事になってほしくないっていうのはあるだろうね。失踪の原因。うん、家でね。はい。なるほど、なるほど。まあ、真面目なのかもしれないね。なるほど、なるほど。あの子の中に亡くなった妻の面影を見ていたことも知っていたんでしょう。とにかく月はいい子になってくれました。これは親の役目なんかじゃないんですよ。だから今の若いその辺のことは全然違うんです。いつも私のことを考えてくれる子なんです。なるほど。確かにそう考えると、まあおかしいと思うのもわかるな。そういうことだな。家でするからっていうのはちょっと普通の子じゃないと思うんですけど。喧嘩。なるほど。なんだ、喧嘩の原因は教えてくれないのか。なるほどね。葉月さんのことをもうちょっと詳しくお聞きしたいんですけど、葉月さんの性格って、まあ、今まで聞いた感じで言うと、真面目だと思うんですけど、もう一度聞かせてもらえますか？なるほどね。まあ、そりゃ医者の息子だから、まあ、品はあるかもしれないしね。頭もいいだろうし、多分、そうだろうね。ああ、気が強いと。ちょっと気が強いと。あると。そうか。では、家出するなんか言ったことあるのか？なるほど、なるほど。ただいつも部屋にこもるくらいで家でなんかしたことなかったんですが。
だから今回もきっとそうだろうと高をくくっているんです。どうしようかな。もう一度お聞かせしてもらえますか。飛行なんかしたことなかったですか。家庭や家族とかで、まあ問題を起こしたりとか、小さい問題でもいいです。特にない。本当にないな。そこ大事だと。そこ大事。まあやっぱり学校での、はずきさんの感じ気になります。やっぱり学校で何かあったっていうのがやっぱ一番、いやでも喧嘩したって言ったからまあどっちかだよね。なるほど。ああ、なるほどね。病欠ね。名門校、そりゃそうだろうな。なるほど。まあ確かにその通りだわ。まあ。そりゃそうだろうな。こういう環境をしてください。恋人。彼女として、まあ否定はできないと思うんですが。まあでもお嬢様学校ってことは女子校だよね。まあ、そう考えるとないか。そうですね。多分、そうだろうな。いないだろうな。お嬢様学校ってことは、あんまりそういう関係性はないだろうし。なるほど。ありがとうございました。周囲に関して、まあ、そうですね。まあ、喧嘩をなされたということですけれども、家族構成なんかはどうなってるんでしょう。なるほどね。はい、家政婦さんはどこにいらっしゃるんですか。ああ、なるほど。心当たりを探します。病院に関しては別に特に問題はないと、景気とかに。そうなの。まあそうだろうな。それが原因で今失踪なんかは、まあとりあえずはしないだろうし。わかりました。もう一度、じゃあ、交友関係聞こうか。友達との連絡を取ってみましたか。私も友達のところに行く可能性高いと思っています。まだ高校生じゃ、ホテルにはなかなか一人では試させてもらえないでしょうから。ただ、下手に電話したら、その友達に、葉月の家がバレてしまうでしょ。難しいよな。なるほど。そうですね。学校以外となると、私あまり把握していなくて、確かに学校以外で、そんな仲いい人いるかって話だもんね。なかなかいないでしょ。まあ、塾とか通わせてるんだったら、まあ別ですが。ということで、いいのかなこれで。では依頼内容は娘さんを探し出すこと、そして学校には絶対にバレないようにすること、これでよろしいですか。そうですね。期間が長引く、まあなんか決めとこうよ。3日とか。はい、そうですね。やっぱり写真がないとわかんないもんな。はい、わかりました。はい、いいのか勝手に入っちゃってそうだよな。そうですよね。仕事ですから。そうね。そりゃそうだよな。なかなか机の中っていうわけにも、とかね、その服のさ、タンスとかあげたらちょっと、何を調べればいいんだよ。まあや、やっぱり手がかりがありそうってなると、やっぱなんかメモを残したりとかだから机でしょう。なんだろう、机の中じゃない。ファッション専用の本、もう一回見ようか。雑誌が何冊。ちょっと待って、こんなもんか。3つだけ。罰でこう創作すればいいか。
ああ、なるほど、なるほど。創作っていうふうに言って、すごいな、これ。なんかバーチャル感が これあれだな、もっと、いい時期だったらバーチャル感でもっと調べられるよね。めんどいな、結構めんどいな。難しいな、ちょっと待ってよ。小さな引き出しがたくさん並んだ白いタンス。はい。CDMP で。ちょっと待ってよ。1個ずつ開けよう。え、鍵がかかってる。なるほどね。OK。2段目。メモみたいなのをちょっと調べよう。使い終わったノートメモ帳。こういうのを見ないとさ、こういうのよ。あとはまあ文房具類だろうな。よし、OK。なるほど。こうやって3段目。なるほど。ファッション誌。はい、大きな紙袋。あれ？ああ、これか？小引き出し。結構めんどくさいな。これにもちゃんと1段目からしっかりありしてんだ。ちゃんとしてるね。まあ、いかにもだよ。いかにも。でも、化粧品多すぎない？ちょっと買ってあげすぎじゃない？ちょっと女子高生の割には、いろいろ。あ、なんかあったぞ。鍵。これだろ。さあ、何かあるはずだぞ。ほう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 。日記帳。もちろん読む。え？白紙？嘘でしょ？じゃあなんで日記帳があるんだよ。ああ、こういうの、こういうの。メモ帳とか通帳レターセット。何か手がかりがあると思ったんだけど。なるほどね。やっぱり、そうだな、ね。まあ、大学受験を意識した。高一なんだ。そうだな。なんかこういうので見えてくるよね。その生活状況みたいなのが。まあでも、ここからね、何か手がかりがあるかもわかんないから。ん？何？漫画喫茶で1時間無料。お、いいじゃん。こういうの、こういうのは漫画喫茶に行ってるかもしれないよ。お母さんか。おそらく。え、嘘だ。え、こんなに大人びてるもの。高校生で。こんなに大人びてんのか、こいつ。ゴミ箱。そうだな。なんかレシートとかでさ。え？嘘。
これよ。この、なんか本みたいなの。本当に？どかして。これ何？バーガーバーガー。なんないぞ。手帳。しかも、カバンを置いてってるってことはね、何？帰ってきてからまだ行った。個人輸入、1フラワーの新作を頼んでみた。なんか遊びまくってんな。めちゃくちゃ遊びまくってんじゃん。みんなでシャンプー購入。化粧購入、化粧品購入みたいな。金持ってるな、めちゃくちゃ。それ、そうか。そうだね。友人関係以外。でもメモっときよ。メモっときよ。よいしょ。ベッドかクローゼット。クローゼットもう見るか。まあ重要なポイントだろうな。まあ。そうだな。まあ、当たり前でしょ。制服が基本なんだけどさ。もう、何もかも調べないといけないの、これ。プライバシーの先のもねえな、これ、この調べ方。とりあえず、全部調べるしかねえもんな、ストーリー的に。ダンスあるよ、ダンスは、それだけなの。家を出るのに釣ってあったら持っていたんだろう。持ち出されたものを検証すれば、二宮初期はどれくらいの期間家で住むつもりだったのか知ることができるだろうか。いや、服が減っていってもクリーニングが洗濯に出しているという可能性もある。なるほどね。で、残りは、ベッド。これ。これなんかおかしいだろ。なんだこれ。逆にそこまで近づかないとわかんねえのかよ。携帯の充電器か。AC アダプトコードを直接端末につなげれば充電できるようになっている。通常自宅などではコードをソケットにつなげ、そこに端末を置くことで充電できるようにしているだけだが、あれは置きやすいようにしているだけだ。旅行などには鍵があるソケットを外してコードだけ持っていくことができるのだ。そんなのをなかなかと説明しなきゃわからない時代だったのか。そうだよな。バッテリー、なんか充電を外でできるようなやつ持ってった方が、そうだよね。いいに決まってもね。そもそもさ、電話したの？電話は切れてんの？電話するが一番早くないか？まあ出ないって言ってたっけ？クローバーと小さくロゴが書いている。クローバー、クローゼットにあったスタンプカードと同じ店のもの。まあクローバーがじゃあ怪しくない？かなり。レシートが1枚。スマイルマート新宿店。上にある青い袋。これ見つけました。レンタルビデオ DVD、エンジョイ明大前店。OK。大体こんなところだろうということですね。ということで推理してみましょうか。
え、これはもう自分で選択肢とかじゃなくて、普通に読んでりゃいいの。クローゼットのカラーハンガーの数は多かった。だが、それらにかかっていた服を全て二宮葉月が持ち出したと言い切れるだろうか。洗濯がクリーニングに出しているのがないとも言い切れないと。家での、なるほど。こういう風に選んでいいのか。家出のおおよその期間を示していたもの。まあもちろんこれは期間的なね、意味を考えると、充電器のコード。自分なりに答え合わせしてるのか、そうって。アンサー、答え合ってました、みたいな。そうだな。長い期間家出するつもりだったんだろうと。生半可な気持ちで家出したわけではないっす。そうだね。もうちょっと、そうだね。ただ服は割と残ってたけどね。立ち寄る可能性の多いところ。おそらく、まあ安いっていう観点からすると漫画喫茶だろうと。そうだな。次に。何?泊まるって意味?長く?バーガーショップ。あと?まあ、長くか。まあ、コンビニはそんな長くはないけども。なるほどね。暇を潰せる場所。大手チェーン店じゃないところを見ると、この店でなくてはならない理由がでもあるのかもしれない。なるほど、なるほど。まあ、その店員的なのと知り合いで、その店員になんかかくまってもらっている。まあ、ただ事件に巻き込まれたとはまだ断定できないからな。だってさ、家出する瞬間に長期間どっか行こうってなってるのに、事件性がない可能性は、まだ捨てきれない。はい。だいたいこんなところだろうと。ここまでをちょっと記録します。